はい、サイゲームズ。びっくりした。プリンセスコネクトリダイブ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。追加データがでかい。こっけな。お帰りなさいませ、主様。15。私からの明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。行く。さて、さてどうするか。ガチャは？これ別に、そうか、ノーマルガチャっていつでも引けるんだ。入った時は再生制限じゃないんだ。なんかプリコネの本筋をなんか大詰めに差し掛かってるみたいですね。よりどっちかを選べってことか。うちの写真撮るの？どんなポーズ？なんともお出かけしてみましょう。お、ラマ。こちらの世界にはマヨネーズが普通に存在するのですね。どうだ、ぬいぐるみかこれ。ランダムお絵かきだけ趣味の楽しいかも。これ全部受け取れるんだ。キャンペーン中だってな。探索は解放された。アイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。やばいわよ。なんで挑戦できないんだ。装備とか整えないとダメだよな。ただ経験値稼ぐだけじゃダメで。
最初こっちやった方が良かったかな。余裕っぽい。勝ちました。大変よくできました。育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。まだ。主様のために強くなりますよ。と言いつつ、実は。ヒーラーもやっぱりどんどん進んでいくといりますよね。力押しできなくなってくる。もう一体、え、なんか復活してくるんだが、復活する敵だったのかな。これヒーラー、ヒール系か。さあ残りはもうちょっとだ。押せ、やれ、オッケー、倒しました。スキルレベルアップなんてあるんだ。いく装備はないな。やっぱり中の人意識しちゃダメだな。人の迷惑も考えろよ。なんかごめんな、いっつもあやねのわがままに付き合わせちまってさ。ほらお兄ちゃんもこう言ってる。あんまりあやねを甘やかすなよ。こいつは一度ガツンと言ってやった方がいいんだ、うん。プー吉はお説教ばっかり。いい子じゃないとサンタさんがプレゼントをくれないと思って、最近は私ちゃんとお利口さんにしてるよ。どの辺が。まあ別に悪さはしてないからいいんだけどさ、俺がサンタだったらどれだけ甘く見積もっても赤点ギリギリって感じだが。プー吉はこう言ってるけど、お兄ちゃんはどう思う。私ちゃんといい子にしてるよね。お兄ちゃんが頭を撫でてくれた。
私の方が正しい。ベタマだな。どうでもいいけど、あやね、通路に立ったままだと他のお客さんの邪魔になるだろ。そうだよね。さっさと席に着けよう。うん、お兄ちゃん、膝の上に座ってもいい？はい、なんでだよ。坊ちゃんの正面の席も空いてるだろう。だって距離が近い方が嬉しいもん。今日はお兄ちゃんをずっと独り占めにできるから、たっぷり甘えん坊さんするんだ。私はお姉ちゃんだから、いつもはコッコロやクルミに譲ってあげてるけどね。私本当はいつでも甘えん坊さんしたいの。ほらお兄ちゃん食べよう。こっちがお兄ちゃんのお皿で、こっちが私のね。全部違う種類のやつにしたから、美味しいのがあったら一口だけ食べさせて。他にもまだまだたっくさんの種類のケーキがあったから、これ全部食べ終わってまだお腹に余裕があったらまた取りに行こうね。ごっちゃんはともかく、あやねはこの皿に乗ってるケーキの半分も食えないだろ。食べれるもん、私成長期だから。いただきます。ケーキなんか食べないんだよね。はあ、こんなに甘くて素敵なものを食べられないなんてかわいそう。ほらお兄ちゃんも見てないで食べて。あーおいしい。いろいろ食べて一番おいしいのを見つけようね。サレンディア救護員のみんなとイブにやるパーティー用のクリスマスケーキを選ぶのが目的なんだし、こういうバイキングならちょっとずついろんな種類が食べられるでしょ。ケーキを選ぶにはうってつけだよね。私とっても賢い。お兄ちゃん記憶喪失だからバイキングって何かわかんない。バイキングわからないのか、記憶喪失だったら。食べ放題ってこと。並んでる料理とかお菓子とか何でも好きなだけ食べていいんだよ。自分の過去の記憶はわからないだけじゃないのか。私が選んできちゃったけど、お兄ちゃんも他に何か食べたいものとかあったら取ってきていいからね。何お兄ちゃん、どうして私の唇に触るの？食べながら喋ってたから口元が汚れてたんだ。拭ってくれたんだね、お兄ちゃん。優しいな。お兄ちゃんはいい子だからきっとサンタさんにプレゼントがもらえるね。そういえばそろそろだな、クリスマスは。どうしたわよね。ふきち見て、窓の外に何？お、何これ。悪いことしたら最高だろうな。ああ、言われてみれば目の色とかが変だな。なのが普通に道を歩いてるのに、なんで誰も騒がないんだ。綾音の姿で悪いことしたら綾音がもう印象ガタ落ちだろうな。あれ？何これ？びっくりした。おい、あやね、落ち着け。そんなにジタバタ暴れると、手とか足とか机にぶつけて怪我すんぞ。坊ちゃん、あやねをおとなしくさせてくれ。やだー！拘束具。いい子になるから、私からパパとママを取り上げない
ばいな。何これ、結構闇がある。うん、というか、なんかこういう叫び系多いな。星座優はあれで、同時やってるヘブンバーズレッドにも出てきますからね。ブー吉も同じ。この子はね、ブー吉って言うんだ。ボキなんだけど、喋るんだよ。大事な大事な、私の友達なんだ。こういうのも見えるんだ。クエスト探索じゃない。メインクエスト。2と7からですね。ついてきてね。空気チパワー全開だよ。ほら、なの。よいしょっと。貯めましょう、あの最後のために。あー、でもそんな回復しないんだ。一体倒した。オッケー。クリアです。右がやばくなってきたな。よく頑張ったわね。いい子いい子。ん？プレイヤーレベルアップ？ちょっと足りない？これって交代できないの？自分のヒットポイントを消費するんだ。50は少ないな、アンパンチャージは。いや、これはやらなくていい。貯めよう、スキルは。オッケー、一気に削った。
もうちょっと。さっきは余裕がある。これ回復するしかないんだ。倒しました。レベルアップです。これ強制的か。これは辛い。ハードはノーマルよりも難しくなっておりますが、装備に加えて各キャラのメモリーピースを獲得できます。メモリーピースがいるから絶対必須なのか。メモリーピースを集めるとそのキャラを仲間にできたり、才能開花でステータスをアップできたりします。キャラを仲間にできる、まあやるしかないよね。今ならできる。だからスキルの使い方がこれ結構ポイントになるよな。仕掛けどころ、すぐスキル使いたがるけど、まだだ、スキル使っちゃダメで、ここでもう来たところでいきなり使っちゃう。どうした？コロスケ言うな。また幻が見えるんだ。なんだろうこの。はい、私は常に主様のおそばに控えております。さあ、どうにも挙動不審ですね。同じ動作を繰り返していますし、発言も不明瞭です。主様お気をつけください。せこっか。何襲ってきます。主様に危害は加えさせません。攻撃するの。行くぜ。忘れちゃダメ。ニセ心。ニセなのかなこれ。回復させとこう。プリン行こう。ニセ心をプリンで攻撃。ニセ心早くも死んだ。じゃあ炎症か。ちょっとやっぱりスタミナが心配だ。耐え切れるか。耐え切った。ニセ心を倒した。こいつ何者なんだ一体。このさっきよりアイネも含めて。多分マネマネ。
それじゃあどんどん集めましょうよ。プーチチサンタのお仕置きだ。コッコのメモリーピース。持ってないんだよな。まだまだいけそうだな。行ってみよう。今度は大のメモリーピースさん。これ持ってるキャラクター、くるみじゃないか。ヒール系は使っといた方がいいかな。オッケー。でもういきなりこれを。これ質しか効かないんだ。全員にいた方がいいのかな。ニノは範囲攻撃だから。ナビ順とかも考えないといけないのか。残り2体。硬いな、上のキャラは。よし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 。なん、ギリギリし。お、なんだこれ、強制イベント。森であなたが倒れていた時はとっても驚いたわ。でももう大丈夫よ。あなたには先生がついていますからね。絆が上がるんだ。さらに何かがある。ついに将軍と巡り合えたです。使えるべき習慣を見つけられて幸せです。一緒に天下統一を目指すです。さらに皆さん、あやにを強化していこうかな。かわいいな。あやに推しかな、もしかすると。ストーリーか。よし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 。早めに使っていく。
減らしたい。もうちょっと待とう。ここの仕掛けは OK。 あ、でも結構彼女が減っちゃってる。削られてる、削られてる、やばい。やばい、回復が全然追いついてないや。もうやった、リザートマン倒した。しかし追いつかないか。何体死んだ。何この嫌のやつ。自己回復してきてやがるし、硬い。こっちの方が怖かった。勝ったのはいいけど、2体死んじゃった。また愛の広場。クリアレベルアップ。ニラに切れぬものはないです。将軍は館船に乗ったつもりで安心していてください。さて、ナビじゃやっぱ変えようかな。全員がどうしても死んじゃうな。プリンはタンク役だと思ったから。回復がそんなに回復の意味がないんだよな。もうすでにかなりやばいです。死んでる。こいつ強い。
負けるかも。こいつ先に倒さないとダメなんじゃないの、この弓のやつ。硬いし。え、嘘だろ？プリンを食べて出直すの。スキルを非強化しないと回復量が上がらないのか。あ、なるほど、こんだけ上げられるんだ。ミックス装備は装備できない、持ってない。ランクアップってなんだ。とりあえずプリンと強化しないとな。なんかよくわかんないけど、こう。ということはまだこの部屋持ってないんだ。もう一回、まだランクアップできる？持ってない。才能強化完全やできない。これじゃ強化できない、装備できない。スフィア、プラネットスフィア、あと誰だ？これかな？
こいつが装備できる。この部屋持ってない。装備を手に入れないと強化できないのか。ちょっと待って、プリンの人は？プリンの人、装備を手に入れないと強化できないんで、最近足踏みする、足踏みすることをした。散歩、三歩進んで二歩下がる。いろいろ錬金するんだこれ。なんだこの受脳部屋って。本当にやるの？再挑戦。毒の矢を優先して攻撃できないのかな。さあどうやって倒すんだ。スマートオートだとポイズン矢を狙えないのか。リザードマンを倒さないとポイズンアロー無理なのかもしれないが。オッケー、リザードマン倒したが死んだ。あ、そうか、こいつ自分のヒットポイント消費するから、むやみ使わない方がいい。倒したが、どうしても死んじゃうな。
理性するキャラクターか。まあ、結構減るんだこれ。いや、これ減らしたらダメだから、絶対使っちゃダメだよこれ。ただでさえ全員にいるのに。いや、これ使ったらし、あ、というか勝手に使うのか。だろう、そうなるよな。オートじゃダメなんだこれ。よしよし、倒したが。えへん、みやこは強いな。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。こいつはあの、使わないようにできないのかな、このスキルを。あ、オートにしないから大丈夫か。リスクが高すぎます。ここぞっていう時使わないと。でも自己犠牲系使うわけにはいかんだろう。かなり減るしな。フレンド解放。およ、フレンド機能が使えるようになったようです。主様、早速確認をいたしましょう。こちらではフレンドの検索や管理、そしてクエストのサポートキャラクターの設定などができるようです。主様、たくさんお仲間を増やして共に冒険をいたしましょう。ようこそ。皆さんの素敵な出会いをギルド管理協会がお手伝いします。レベル制限って何？プリンを設定。
こんな感じか。ギルド管理協会です。フレンドいないからな。ようこそ。こちらがフレンドのギルド管理協会です。バトルをして力比べをしてみましょう。実力が試されますね。頑張ってください。ミヤコは星2なんだ。前衛向けやからな。どうしても自動でナーブとだったらこうなるよな。合理的だよな。探索も全部いっとこう。半分減るんだよな。スキル使うことは必ずしも有能とは言えないな。探索4個クリアです。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。クリアレベルが20になった。これあと1回だ。行こう。まあまあ回復するけどな。
なりました。みんなが頑張った結果ね。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。実際これはちょっと今回遠い。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。マナーとかルビーとかたくさんもらったな。ランクアップできる。これって装備できないんだよな。なんかが素材が不足していますってなってるから、つまりこの先のここに行かないとダメってことだな。装備リクエスト、逆に入手可能なとこに行けばいいんだ。あ、でもこれは次回かな。もっと先だしな。この入手可能なとこだけ行ってみるか。キリがなくなるな。あ、しまった。使っちゃダメだ。半分減っちゃうのかな。まだ早い。即使う。プリン行こう。倒した。クリスマスプーキチは一味違うよ。私と違ってあんたは随分働き者だね。すごいな。じゃあロリ。ま、尊敬できても私には絶対真似できないけどね。戻ってくるんだ。ここでこうすることで装備可能になります。なるほどね。こうやって
あのメンバーを強化していくんだ。ちょっと最後にハードのもう一回これやりましょう。やめましょう。やめるんかいってわけで、もうちょっとなんだけどな。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。はい、ということでここまでかな。今回はまあ絆をアップしたり、キャラの絆アップしたり、探索やったり、メインクエストのハードをやったりしました。こいつがね、強いな。この毒矢撃ってくるやつが。こいつはなんとかして早く倒しておきたいなと思います。逆に味方にするとすごい強いんで、そこをタリーするかな。はい。ということで、やっていきたいと思います。思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローもお願いいたします。プリンセスコネクトリライブ遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。